サネヨシアスミから1932年3月1日は、日本の医学者、海軍軍人、政治家。最終階級は、海軍軍医中将。生二位、軍医登校二級死者医学博士。海軍軍医学校校長、海軍省医務局長、大本営海軍医務部長、東京自警会委員専門学校校長、貴族院議員などを歴任した。 時計以来の創設者である高木金弘と共に海軍の格気撲滅に尽力したことで知られている。薩摩藩士、サネヨシ根ス安クの次男として生まれる。母親戦争に参戦の後、明治2年6月、順天堂に入塾し、後大学校に移る。明治4年12月、兵部省13党出資、医務局当直として海軍医の歩みを始めた。 兵学寮出勤、大阪丸乗組、海軍医無局学社長を経て、1876年8月、海軍医に昇進し海軍本病院に配属された。1877年3月、西南戦争に政党軍団本営付けとして、出征し、後政党第四旅団付けに移動した。1879年7月、イギリスに留学し、 ロンドンのセ徒トマス病院医学校で学び、1885年9月に帰国。翌月、軍医中間に進み軍医学者勤務となる。1886年4月、海軍軍医学校教授に就任。同年5月から1891年3月まで警察医長を兼務した。1889年4月、海軍軍医学校長となる。 1891年8月、医学博士号を取得。1892年8月、海軍軍医総監に進級し、海軍中央衛生会議議長に就任。1897年4月、海軍省医務局長となる。1905年12月12日、予備役に編入され、1913年2月、交尾役を経て、 1915年2月16日に退役した。1900年5月、日清戦争における功により、男尺を除尺。1905年12月13日、貴族院直選議員に任じられた。1907年9月、日露戦争における功により、死尺に昇尺。1920年4月、東京時警会委員専門学校長に就任した。他に、 日本赤十字社表議員、日本医師共済生命保険社長を務めた。日露戦争外戦式当日の海軍首脳左3人目から、順に、サネヨシ、伊住院五郎、上村彦之城、東郷平八郎、山本ゴ兵衛、伊藤介行片岡七郎、出和義藤、斉藤実、山下玄太郎中列左から6人目、加藤智三郎。ありがとうございます。